いざ。知恵の頂点であられるヘルマヌビス様、その権威と威厳の前で本日我々は再び決闘の儀を執り行います。これは極めて神聖な儀式であり、決闘の目撃者は横槍を入れることなく敬意を胸に抱きながら祝と見届けなければなりません。そして今回沈黙の伝陣営は守り手となります。ちいちゃん、来てくれたか。何年も経ってまたこの儀式を執り行うとは、セトス。自分が何をしてるか分かってるよ、じいちゃん。安心して見ててくれ。対して強霊院陣営は攻め手となります。準備は万端だ。実力を持って主導権をつかみ取る。それでは双方所定の位置へ出場順を決めてください。ここでは来る者も去る者も問わず、勝敗が決するまでヘルマヌビス様の力をかけて戦うことになります。え、もう？僕も同意見だ。旅人は強い。先陣を切れば相手の勢いをそげる。ならその次はティナリに任せる。うん。こっちは決まった？こっちもいいよ。さあ始めよっか。第一戦の選手、前へ。焦るなよ、安全第一だからな。おい、そこの嫌なやつ。そいつを怪我させたらおいら許さないからな。あっちの観戦席ちょっと騒がしいね。第一戦は早くも終わり、続いて2戦目の選手の登場です。準備ができましたらいつ始めていただいても問題ありません。始めよう。気をつけろ、うまくかわせ。ティナリ、頑張れ。試合前に水分を補給していた。多分大丈夫だ。こそぎにしてあげる。せっ、えっ、やほっ、ふん、やっ、せっ、ふふっ、よっ、やっ、ついてきて。ほっ、えっ、せっ、ちゃっ、よっ、えっ、めくれます。よっ、それ、ちゃっ、やっ。雑草を刈る時間だ。ほっ、てっ、ふん、見えないだろ。第2戦終了。3戦目の選手、前へ。準備はできてる。僕もだ。これがこたびの儀式の最後です。双方が提示した条件をお忘れなきよう。準備ができましたらいつ始めていただいても問題ありません。僕はヘルマヌビスの力の適合者であり、沈黙の伝の原始領であるバムーンの孫セトス。長きにわたり我ら沈黙の伝はヘルマヌビスの御心に従い続け、その日を守ってきた。そして自らを守る力を手に入れるため窮地に陥った時、実験を行ったヘルマヌビスの知恵と力に突き従い、かの魂が光と共に降り立つことを願ってる。今僕は力を手に入れるために戦おう。
俺はダイマハマトラ、セノ。賢者ジュライセンの生徒であり、後継者だ。この力と先生を、そして、俺の住む国を守るために戦う。お前はどうだ？まだ口にしていない言葉があるだろう。崇高なる血統である以上、ヘルマヌビスの前で本心を語ってみろ。誰もがこの血統の行方を気にしてる。じいちゃんは聡明な指導者でありながら、血にまみれた名を背負う首領でもある。じいちゃんがどう考えてるか分かってるし、僕に対してどんな期待を抱いてるかも知ってる。僕たちはずっと信仰に縛られてきた。でもある日、僕はウリンに行ってシティに住む人々に出会った。時代は変わって、今のスメール人はより幸せに自由に暮らしてるようだった。高いところからシティの風景を眺めてたら、君のことを思い出したよ、セノ。君もその力を持ってるのに、僕とは全く違う人生を送ってる。ヘルマヌビスの末裔にはそれぞれ象徴がある。異能、栄光、そしてまだ解明されていないものも。多分僕たちの得た末裔の象徴が違うから、こんな違いが生まれたのかもしれない。あるいは君はすでに僕の持っていない答えを見つけたんだろう。俺は戦士である前に、俺という個人だ。うん、そうだ。君も僕もヘルマヌビスの器だけど、完全にそうというわけじゃない。その名は僕たちに影響を与え、僕たちの人生を変えた。君ならきっと僕の質問に答えられるだろう。この力と信仰以外でこの僕に何ができるかを。さあ来い。これが全力か。答えを知ろうとしていたはずだが。勝負はついた。まだやるか。君の勝ちだ。もう答えは見つかったようだな。栄光を君に託すよ。祭司の頂点ヘルマヌビス様だ。
雷光こそかの化身であり意志そのもの。あの方はもともとティナルの勇士、砂漠より現れ神王アフマルに仕えた。神王の逝去後、ヘルマン・ヌビス様は信者たちを連れ、長年祭司を務めたティナル人とトゥライトゥーラに沈黙の殿を設立した。それが我々の始まり。その役目はキング・デシェレト文明が残した知識を守り管理することだった。百から百数十年後、砂漠で動乱が起きた。砂漠の王たちが次々と戦を始め、わずかに残された文明も戦火によって滅んだ。知恵の国トゥライトゥーラだけがティナル人の導きのもと災禍を免れた。だがそれもつかの間、獣たちはキング・デシェレトの知識が隠れるトゥライトゥーラを狙った。ジュラバドの王は軍勢を持って包囲し、その意向を示すため使者たちに沈黙の殿の支配権を差し出すよう命じた。都の貴族は覇者と結託し、沈黙の殿を裏切る形で自身の統治を守った。そしてこう弁明した。沈黙の殿が持つ知識こそ汚染の根源だと。一時沈黙の殿は孤立無援に陥った。我らが孫子はキング・デシェレトの知識にあった汚染の拡散を防ごうと党に力を使い果たしておった。あの方は沈黙の殿を存続させるためその身を砕き、力を継承する義により人に憑依した。沈黙の殿が覇者の軍を退けたのもこの力のおかげだ。しかしわしらが英雄扱いされることはなかった。未知の力を砂漠の民は畏怖しのけものにしたのだ。やがて沈黙の殿の者はトゥライトゥーラのティナル人と共に砂漠を離れ雨林に入った。その後は想像に難くないだろう。トゥライトゥーラの貴族は滅ぼされ、戦火は砂漠を焼き尽くした。そしてわしらは秘密と使命を背負い身を隠して流浪するようになった。裏切られたわしらは砂漠から雨林へ向かったが、不信感から砂漠へと再び戻った。長い長い出来事だ。しかし今日沈黙の殿はヘルマヌビス様の輝きを再び目にできた。礼を言おう。
丈夫か？ありがとう。じいちゃんとの思い出を懐かしんでるだけだよ。覚悟はしてたんだろ？ああ、じいちゃんの体はもうボロボロだった。無理して今日まで頑張ってたんだ。じいちゃんが見てる中、この一件にもケリをつけられた。これからどうするつもりだ？じいちゃんの意志に従うなら、沈黙の殿はヘルマヌビスの力を最も多く持つ者が上に立つべきだ。だからセノ、君が新たな修行になってくれないか？それが無理だとお前も分かっているだろう。俺は大マハマトラだ。教令院に残らなければならない。そう言われる気はしていたが、そもそも俺はここの環境やメンバー、文献のことなどほとんど知らない。お前らの修行に適していないだろう、セトス。最もふさわしい後継者はお前だ。もし俺たちが決闘をしなければ、あるいはお前が他に手段を用意していたら、罰令は今全てお前の手にあったかもしれない。バムーンもそう考えただろう。君はじいちゃんがそう考えてたと思うのか？ああ。けどバムーンの様子を見た限り、君たちの行動にあまり驚いてなかったみたいだ。もしかしたら彼はとっくにこういった結果を予想してたのかもしれないね。とにかく罰令が俺の元にある以上、俺が決めさせてもらう。いいな、セトス。バムーンを継いでお前が新たな首領になれ。お前は俺よりふさわしい。きっとうまくやれるはずだ。俺を助けるとでも思ってくれ。